韓国軍はベトナム戦争で何をしたのかと、はい、いうことなんですよ。何をしたんですかね。ちょっとわからないです、はい。はい、ということでございますけども、実はですね、韓国軍がベトナム戦争に、アメリカ軍の支援という形でですね、自由主義陣営の旗手であったアメリカ軍を支援する形でベトナム戦争に参戦いたします。はい、そして多くの兵力をこのベトナム戦争に投入します。でそこでですね、韓国がその虐殺の限りをやり、はい、レイプの限りをやる。レイプを、これはすごいんです。これはね、実はね、宮古島にね、アリランの日というのがありましたね。ちょっと見せていただけますか。はい、このアリランの日というのがあります。このね、航空自衛隊のレーダーサイトのすぐ近くなんですけどもね、このアリランの日ってもう慰安婦の像はなんとアメリカだけじゃないですよ、日本の国内にもこうやって建てられてるんです。次の写真がね、その奥の方にね、ありますけどね、こうやって女たちへとこう書いてあるわけですね。アジア太平洋戦争期にね、日本軍はアジア太平洋全域に慰安所を作りました、うんぬんだとかってのは、その、もう日本のね、歴史をこうけなすようなそのデタラメなことがいろいろとこう書かれてますわ。はい、でその中でちょっと真ん中に書かれている言葉があります。ちょっとこれを見ていただきたいんですけど、2006年から2007年にかけて慰安婦を記憶していた島人と、韓国日本の研究者との出会いから非を建立する運動が始まり、世界各地から賛同が寄せられましたと。この次ね、見てて、はい、今日この上の方のところの話はね、また次回ね、皆さんにお届けしたいと思いますけども、ここ日本軍によって被害を受けた女性の故郷の11の言語と今も続く女性の戦時性暴力の象徴として、ベトナム戦争時に韓国軍による被害を受けたベトナム女性のためにベトナム語を加え12の言語で追悼の碑文を刻みますとかを書いてあると。当然ながらこのベトナム戦争における韓国軍の凄まじい虐殺の数々というのは、韓国では教育の現場そして一般の方々には全く伏せられていて、ほとんどもう闇に葬られようとしている内容なんだけれども、はい、それをわざわざ日本に来てこの、日に、ね、書くということは、明らかにこれは北の工作だということがわかるでしょ。これつまり韓国がいろんなアメリカで、慰安婦の問題でもう火がついて、韓国の本土の人間はね、喜んでるかもしれないけども、日韓の問題がどん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 悪くなっていく、その工作をやっている人たちが北朝鮮であり中国である。これはね、大高美樹さんが取材をして、詳しい、日韓円満断交はいかがなんていう本当に面白いね、本をワニブックスからね出されてますけど、それも読んでいただきたいだけれども、いずれにしてもね、そういうその工作によってね、慰安婦の像が建てられているということがね、韓国にはわからないね。でこんなことやるからね、こうやってね、今そう先ほど申し上げました、韓国軍がやったこの代表的なそのベトナム戦争における虐殺ですね、村の住民68人を1カ所に集めて手榴弾と、銃撃で65人を虐殺した大、大便村虐殺事件、五大村の住民380人を虐殺した五大の虐殺事件、1966年2月の26日ですわね。これもこの萩村ではですね、135人もの無抵抗の女性子ども老人を虐殺したという事件が1968年2月の25日に起きていると。はい、でさらにこのフォンニャットっていうね、村ではですね、この韓国軍兵士が、婦女子約80人を虐殺、もうこれがね、もう強姦をして、この虐殺をするんですよ。もうひどいことをやるんだよ。でこんなことをですね、そのいろいろやっててですね、今ベトナムでは大きな社会問題になっているのがこちらでございます。はい、ライダイハンと。ライダイハンということでね、今チャンネル桜でもこの番組を、こういうドキュメンタリーの番組を作ろうとして今、皆さんにね、本当ご支援をお願いしていることは、ご存じの方もいらっしゃるかと思いますけど、つまり、韓国兵がですね、ベトナムで、ベトナム女性をとにかく軒並み強姦して、はい、それによって生まれた混血児なんです。なるほど。でこれがね、何万人もいるわけで、何万人もの、そのこれいろんな一説にも諸説いろいろありましてね、はい、数千人というところもあれば何万人というところもある。だけどもこれ調べ上げたらキリがないっていうのは、これで生まれた子どもたちはそれは憎しみを買いますよ。
韓国兵がこんなことやって、はい、でも生まれてきた子供は何の罪もないんだけれども、お母さんのね、ベトナム人の女性のお腹から生まれてきた子供には何の罪もないんだけれども、この子たちが、はい、悲哀をね、本当にこの何ていうのかな、その差別を受けいじめられたりして苦しい、もう苦を生きてきたんで、もう身を隠し、その出生の秘密を隠していって、もう分からなくなってしまった人もいる、はい、だけども何万人という人がいると言われてるんです。でそんな子供たちが生まれるぐらいの確率で強姦をしようと思ったら、どれだけの回数彼らが繰り返し強姦をしたかっていうことがもう想像に、はい、ね、想像したら皆さん分かりますよね、これ。これが社会問題になってるの、はい、でこういうむちゃくちゃなことをやって虐殺をし、そして、向こうの婦女子を殺害しておきながらね、はい、ある一団なんかはですね、花嫁の行列を襲って、その行列にいた女の女性をぶわっと軒並み虐殺して、そしてもうこのへきなこしてるんだからね、すごいですよ。このことがね、月刊正論7月号にですね、月刊7月号にですね、これ書いてありますね。韓国のベトナム大虐殺を告発するということで、北岡さんがですね、この書いておられますけれども ね、これこちらでございます。で私の方も共に戦おう、ね、よみがえれ日本ベトナム連携の絆ということで、はい、書かせていただきましたけれども、これね、こういう事実があった。こんな歴史があるのにもかかわらず、日本のその慰安婦問題のことをぐちぐち言う筋合いないですよね。繰り返しになりますけど、日本はやってもいないことをやったと言われた、はい、韓国はやったことをやってないって言われた。ここが大きな違いなんですよ。日本はやってないことをやったって言われたんです。最後に言っておきます、はい、一体どの口が言ってるのかということです。記者も言っとこうか、はい、一体どの口が言ってるのかということでございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。